クラシック第一巻を前に素質馬たちが相まみえます。スタートを切りました。ジットなかなかいいスタートを切ったようでありますが、典型的な逃げ馬はいません。果たして何が行くか。10番サンビバル先頭、ユビーリングが上がってまいりました。そしていたいたダノンプレミアムと川田でやります。それからこれも人気を集めておりますワグネリアン、まもなく第一コーナーオブセッションがこれを追う展開になりました。そしてその外に3番ヤンガルム、トラストキャンシン、アラウン、ほとんど馬体が合っています。浅草スポット、一番後ろに5番ヘビータンクでやります。さあ前の方はどうなっているのか。先頭を行くユビーリング、カンバシンリード、その外に10番サンビバル、内から1頭ダノンプレミアム、そしてその後ろからワグネリアン、それから1番オブセッション。ドキドキしますね本当に。3番黒い馬体ヤンガルム、その外7番トラストキャンシン、内を通りましてアラウン、その後ろ3馬身くらいあって6番浅草スポットヘビータンク、これがしんがりであります。先頭は依然としてユビーリング、外を通ってサンビバル、一番人気のダノンプレミアム、川田騎手、どのあたりで動くんでしょうか。中山のスタンドが揺れています。ダノンプレミアムは2番手、このまま抜け出すか、先頭意地を見せるか、ワグネリアン、内から懸命にダノンプレミアム、3番手にオブセッション懸命に追う、先頭川田とダノンプレミアム、オブセッションが内からかわすか、ダノンプレミアム1着、1番人気に見事応えました。当然の結果ね。1着9番、2着8番、3着1番以上のように確定しました。